Bye. こちらカワイモンドです。リアルブドウをぶちかます。はい、ということですね。今日も始まりましたあ。ブドウの時間ですね。よろしくお願いします。はい、こちら SSR セルディフェンス代表、そして全水主流空手道建設会館館長カワイモンドです。よろしくお願いします。ブドウとご神奏の観点から見ることができます。よろしくします。はいということで、ね、はい、まずですね、テロップのを見ていただきたいと思います。ではどうぞ。 ねえー、今ねさまざまなご質問、講習そして DVD、ね、ダウンロードできますのでぜひともですね入会そして購入していただきたいと思います詳細は概要欄からということになっておりますよろしくお願いしますそしてその他ですね記号、えー、案件だとかスポンサーね、えー、こういった方、えー、見られるなら水深アンダーバー r y u a t o m a g r a p h j p こちらまでよろしくお願いしますそしてスペシャル T シャツも売ってますよろしくお願いしますはいということですねそしてあとドネーションですねサポートのも受け付けておりますぜひとも よろしくお願いします。しお願いします。詳細は概要欄ですね。お願いします。はい、えー、それではですね、えー、今日のトピックなんですが、映画ですね、まあこれね、ライブ配信でもやろうかなと思ったんですけど、まあ一応こう取り上げようという形で、えー、まあやっていきたいと思います。これね、いつものね、八極拳の話ですよね。八極拳。多分、八極拳好きな方多いんだろうな、むちゃくちゃ。好きなのは分かるけど、それが実質使えるのか使えないのか。 格闘技としてそれが有効なのか有効でないのかっていうのは別の話なので好きなのと好きなのそ,それとこの話はなのでそこのところですねしっかり皆さん見極めていただきたいと思います、はい、別に何回も言ってますけどあの格闘技の試合で負けたところで使えなかったところで武術としては全く関係ないので ね、そこのところ、いこじにならずに、皆さんも認めていただきたいと思います。はい、いいですか。えっとですね、ムワタさんですね。ムワタさんという方ですね。で、この方とちょっとね、やり取りをしてたので、これね、このまま行くと多分続か、たあの止まらないですね。<laughs> いつも通り、コメント止まらない。なので、ライブ配信に実は来ていただくといいと思うんですよ。 はい、そうすると私も打ち込まなくていいでしょう。すごく楽なんですよね。はい、だけどこれ今出て私も公開してる以上はあのどこがどうなのかっていうのはちゃんと説明しなきゃいけないと思うので今回動画のを作らせていただきました。ねえー、まずですね、えー、この動画を見る前にですね私ライブ配信でも結構行ってますのでそちらの方も説明欄概要欄にリンク貼りますのでそのライブ配信の で、言ってることもちゃんと確認していただきたいと思います。はい。あの、八極拳 VS 格闘空手、八極拳 VS 実践空手、八極拳 VS サンダーね。この動画があります。これ、ぜひともですね、ちょっと見ていただきたいです。私が言ってることは大体わかると思いますね。はい。で、その他にもいっぱい出してますので、それもちょっと見ていただくといいですね。武道関係の私動画を出してますので、そちらもよろしくお願いします。はい。はい、行きましょうか。村田さん、八極拳 VSMMA ですか ネタ元の動画を見たけどそもそも MMA 選手のレベルが低いじゃないですか打撃の打ち合いに行って顔を背けちゃったりガードしないで腕を伸ばしたり MMA に段位はないけどあるとしたら3球とか5球とかそんな感じじゃないですかせめて初段以上でないとこういうの意味ないと思うんですよね、うん、あのまあ、うん、どうなんだろうな、うん、意味ない意味あるまあ、うん、同じぐらいの力でっていう形でいいんですかね あのー、こちらの八極拳やってる方も総合格闘技やってますからね、はい、なのでそうですよねお互いに総合格闘技やってるんだったらレベルが高い方がいいかったかもしれないですねそうすると八極拳側と言われてた人まあ実は総合やってるんだけどその人に勝てたかもしれないですもんねそういう意味ですよねはいわ <laughs> かりました、えーっとですね、それから八極拳か八極拳じゃないかの定義これは簡単な話ではないと思います 門外観からしたら八極拳の特徴,特徴的な肘打ちや体当たりが見られれば八極拳だと認められると思いますがそうでなくてもまんまキックボクシングだったとしてもこの技は八極まるまる応用しているなどと説明が妥当であれば八極拳と認めていいんじゃないかと個人的には思いますっておっしゃってますよね。で私の答えなんですけど私的には、えーとですね、武道歴42年指導歴26年次戦空手流派館長の私ですね。 には八極拳とととかる形でないとダメだと思いだ思ます例えば、以下リンク、発極拳 VS サンダー、発極拳 VS 実践空手、ね、この動画ですよねで。この方はですね、日本憲法をずっとやってらしたってことで、もう出てる技まんま日本憲法なんですよね。はい、でもご本人は発極拳を使っているつもりということみたいですね。はい、で、この方は自身は発極拳を使っているつもりとお,おっしゃいますが、 コメントでは発曲が出ていないと指摘され、他コメでも日本憲法をやっていたと打ち明けています。技は日本憲法です。空手家は空手の試合をする。異種格闘技戦でも空手。ボクシングもボクシング。レスリングならレスリング。当たり前です。特に近代格闘術と古武術は技術の違いに大きな違いがあるので明らかです。例えば猪木有り戦。猪木はプロレス。有はボクシング。有のボクシングには蹴り技や組技はないので使ったらダメ。 猪木はプロレスなので当局でありなのでパンチを使っても OK たとえボクシングに見えても技を複合させていれば文句は言われないこれを例にとればアリが寝、ね、技キックをしているのと今回の件は同じことまあしてないですもんねこれをね八極拳を使うなら八極の技のみでそこに近代格闘術が入ってくるならムエタイや空手キックをやってそうだ使ってるんだと公にし八極がうんぬんとは言わなくてよいキックボクシングです空手ですボクシングですよと ね、言えばいいってことですね。サンダは別名チャイニーズキックボクシング、すでに近代格闘術と公にしているので、近代格闘式のキックやパンチを使っても良い。以上ですが、よろしければいいかライブ配信もどうぞ。ということで、えー、こちらの方も皆さんね、リンク貼りますので見ていただきたいと思います。仏議を醸し出した八極拳 vs○○ 〇〇動画の真相を公開します。リアルご真相をぶちかます、ね。こちらのライブ配信、皆さん絶対見てくださいね。お願いします。はい。で、桃田さんなんですけど、ちょっとここから大事ですね。 これで私回答することで返、まあ、させていただきたいと思いますいいですか米返し、はい、まず僕は普段の発極拳の方の戦い方が発極拳だとは思いませんうん発極拳じゃないですね認めましたねはいただし私は発極拳に関して門外観なので妥当な説明があれば認めてもいいというスタンスですまあこれは理由にはならないですねうんあの発、ーまあ、極拳ではないから発極拳じゃないってことですよ、はい え対して河合先生はそれではダメだと外見で八極圏で分からないとダメだとまあそうですよね外見で分からないとダメだっつうかそもそもその一つの技を徹底して練習してるのであればその技が出るはずなんですよ例えばねフルコンタクトカルテやってたらフルコンタクトカルテの技が出るぞ自然と当たり前ですけど何回も繰り返してますもんですよねキックボクシングでもそうでしょボクシングでもそうだけど、ね、もちろん柔道でもそうですよ繰り返しその技をずっとやってたらその技が出るはずなんですよですよね だからまあ出ますよ。だけど私が何がおかしいかって言ったら八極拳の技を練習してるんですよね普段からずっと。八極拳の技あるじゃないですかあの技があの技を繰り返し繰り返し練習してるにもかかわらずなぜその技が出ないんですかなぜ出てないんですかそして今回私が公開したこの日本憲法の方なんですけどねの動画この方がおっしゃっているようになかなか八極拳の技を使うことは難しいとご自身でおっしゃってるんですよ。 コメントの中であのなかなか私は白極拳を使ってるとは思ってやってるけどだけど実際出すのって難しいですよねって、うん、だからだから白極拳の技が出てるからどう見たってですよねだから白極拳の技が出てないってことですこれは認めなきゃいけないですよねこれイエスかのアンサーだったら認めることでイエスと使えないということですね、えー、そういうことですねだからそういうことやと思いますよだって出なきゃおかしいからだって白極拳の技はずっとやってるんですよね だったらその技が出てくるはずでしょ。なんで出てこないんですかなんでそれが出て,こなず出てこずに、全然関係ない技が出てくるんですかキックボクシングの技とか、えー、ムエタイの技なり、空手の技なり、なぜそちらが出ますかおかしいですよね変な話でしょこの前だって私見せた動画でそうでしょ組み技して首絞めたりしてたでしょうなぜその技が出てくるんですか八極敵の技を出して最後まで終始してそれを使って、それで倒せばいいでしょうなぜそれが出てこないんですかそれで使えないからに他ならないんじゃないんでしょうか 違いますかはいということだと思いますはい、そしてですね、えー、それで思ったことが3つありますうん、1伝統派空手に対してフルコン空手やグローブ空手があるようにうーんありますね伝統派空手でもいろいろありますよねあの防具をつけて殴り合ったりするやつもあれば顔面パンチとかもあるようなやつもあるのであの空手ということを定義したときにこれ非常に難しいと思いますほとんど近代空手に相当すると思いますよ 空手フルコン空手ノンコン空手それから伝統派含めえー、空手というものはほぼ近代空手に私は相当すると思いますあのスポーツ空手というか西洋のあれが入ってきてる空手キックボクシング的なものとかムエタイ的なものとかそういったものがほぼ入ってくると思いますこれは、はいえー、まあ競技としての空手ですよねこれがほぼ入ってくると思いますでないとしたら、まあ本当に古流の空手をずっとやってらっしゃる方でスパーとかはあまりやらない形的なものとかあと武技術とかやってらっしゃるとかね で組手形式があまほぼないっていうのだと多分、うん、それに入るんじゃないですかねでも空手っていうのは出した時点でもうほぼ近代格闘やと思いますみんなやってるのがはい、えー、実際に当ててっていうやり方でしょうね、はい、でですね、えー、あるように伝統八極拳に対してグローブ八極拳ができたとしたらどう考えますかそれは八極拳に入りますかそれとも別物うん でもね、グローブ発極拳ができたとしたらっておっしゃってるんですけど、これ私何回もコメントいただいてるんですよ。グローブつけてたらそもそも発極拳じゃねえじゃんって、グローブつけてないから負ける、グローブつけてるから負けるんじゃないですかって何回も聞かれてるんですよ。だからグローブをつけることによって発極拳の真の力が発揮できないから、グローブなんかつけたらダメだよねって、発極拳を擁護する方から私いただいてるんですよ。いいですかだからグローブをつけるっていうのは、基本発極拳私はいいんですよ、別にグローブつけてやったっていいんじゃないですか。 うん。でもそれってどうですか発極拳は技が出なきゃダメですよ。構えとか、技が出なきゃいけないから、肘で打ったりとかあるでしょありますよね。あれはだグローブつけてやればいいでしょ。うん。私は問題ないと思いますよ。だけどそれはいかんって言ってる人は結構多いですよ。グローブつけたら、まあ私はグローブつけようがつけまいが負けるのは負けるんだろうけど、私が思うのは。でもグローブをつけてるから負けてるんだって、そう言って言い張ってる方たちいますけどね。どこがやったらおかしいけど。で私の考えとしたら、グローブ発極拳ができたとしたら、グローブ発極拳ってどうなんですかキックボクシーの技とか使ったらあかんですよ。空手の技とか。 燃えたいとか。使ったらあかんですよね。だってそれだもん。金額格得になっちゃうでしょ。あくまで八極拳の技を使わなきゃいけない。だから私知ったじゃないですか。この前、英春拳の方がありましたよね。あの方、英春拳使ってるでしょ。構えこうやってやって。見ました見ていただいた方がいいと思いますよ。使ってるでしょ。英春拳の技。パ,パパパパって。あと前蹴りとかかな。ね。あるでしょ。英春拳で前蹴りピッて出すやつが。そういうのは使ってましたよ。だから、ああ、英雄剣だなって。見たらわかるんです。見てわからないのはダメなんです。見たらわかるんです。パッと見たらわかるんです。 だから、そこのところはおかしいと思ったから、グローブ発極拳があってもいいんだけど、でも発極拳の技を使った上でのグローブつけなきゃダメですよ。はい。それだったら、それはいい,いいんじゃないですかそれ発極拳でしょ。それ、多分やらないとダメですよ。いきなりグローブつけたら、無衛隊とかになってたらダメですよ。それは発極拳じゃねえから。はい。ということですね。いいですね。はい。2番。当然ですが、武術格闘技には防御の技術もあります。 うううんうんあ、う、あ、ん、ありり、ね、りままますすすね例えばフルコンとかだったらブロッキングとかね膝でブロックしたりだとかミドル来た時に肘と膝で両方でグッと落とす技とかねうんあ,のありますよねある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 明太とかでもあるしありますよねそう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 日本憲法でもあるんじゃないですかねうんでもねだいたいほぼ2回やってますよね技的なものっていうのはやっぱり近代格闘になってくると2回やってくるんですよ大体うん。 だってフルコンでもそうでしょフルコンタクト空手って言ってるけど、まあ言ってみればキックボクシングだから、これむちゃくちゃちょっとあのブイングが来るかもしれないけど、だってそうでしょ技使ってたら回し切りとか使ってるから。普通の空手だったら直線的な攻撃が多いでしょ実際は。正面の前切りとかが多いはずでしょだけど私たちは回し切りとか使ってますからね。だからキックボクシングとかやってたり、ムエタイとかやってたら通じるわけですよ、フルコンは。うん。それはまあ見たら分かりますけど。 ねまあ、もちろん顔面パンチとかそもそも、まあ、基本はね基本はないの私たちはやってましたけど基本はないからそこのところは違ったりするんだろうけどで、ね、も2回追ってますよね結局は、はいえー、各武道武術格闘技の純粋性を追求すると考えると、うん、純粋性、はいはい、例えばレスルには打撃技がないから打撃を避けたりうんあのー、古流柔術とかの場合はありますよね、あのー、当て身とかありますからね当てたりするの、はい、相手ともそうでしょ打ったりするのあるでしょ あの古流のやつはあったりはしますけど、はいまあ、例えばこれ今レスリングの話をしてるからそうですねえ、すぐって打撃技ないですよね基本は、はい、打撃を避けたり防いだりこ防いだりする行動を練習はしませんがそうですね、うん、でも戦うってなると防がなきゃいけないからそれは防ぐでしょうねでも防ぎ方っていうのは例えば空手の防ぎ方すると空手にはなれますよねそれってほぼコピーしてることになるからね えっと一種格闘技戦において打撃に対する防御行動をしてはダメなのでしょうかいいと思いますよ、もちろん。い、うん、いいと思いますよだけど、例えば、レスリングですよね。レスリングをこうやってやっていて、レスリングをやっていてね、で例えば、えー、ミドルキックを出された、相手空手としましょうか。レスリング VS 空手。で一種、一種格闘技戦ですよね。相互格闘技という名目じゃないですよね。よくあるじゃないですか、えー、なんだっけ。 ありましたよね例えばグレイシーがだって総合格闘技でしょあれは言ってみりゃ総合格闘技だから双方を例えば柔術柔道って出てきたとしても総合格闘技としてやってますよね、うん、だからあれは OK でしょうでもそれは例えば柔術で総合格闘技的なことやってなかったら総合格闘技学ぶから結局総合格闘技ですあれははいでそれはいいんですけど、えー、っとレスリング一種格闘技戦ですよね例えばレスリングとかでやってるからまあブロッキングにはなるだろうけどそれはレスリング的なブロッキングしましょうよ だって例えばミドルキックに来た時に、えー何えー、私たちが空手とかでやってたりムエタイとかキックボクシングとかでやってるように例えば肘と膝でこうやってブロックするのあるじゃないですかあれって完全にそういう私たちの技術ですよねフルコンとか空手系とか格闘技系の技術でしょうそれは学んでるってことでしょだから他の人か例えば空手やってる人とかそういうジムに行くとかって言ってレスリングでやってない人はそれを学びに行くわけでしょうそれって完全に入っちゃってんじゃん。 ってなってくると、レスリングだけでやっていただきたいですよね、ほんはう。一種格闘技戦ですよね。だから例えばあの、猪木アリ戦みたいなもんですよ。そうだったとしたら、だって、アリとかって使ってないでしょ。アリとかって使ってねえからやられてんだから、<laughs> そういうことですよね。足とか蹴られたりしてるでしょ。プロレスはだって、基本的に何でもありみたいな感じになってるから、そこですよね。うん、だってあれ、ガチでやったら、ガチでやったらプロレス強いでしょ、絶対的に。 私もししてもいいとするとどの程度な許されるとお考えですかってことなので,でやっぱりレスリング的な受けでいいんじゃないですかねレスリングがそもそもねやったあのこうやってこう何ていうのかちょっと今ラジオなんで難しいですけど手をこういうようなガードした状態でこの何ていうのかな手を回転にした状態でこういう中あるでしょうこうやって広げたりした状態でガードすればいいんじゃないですかね。 足をちょっと上げたりするのもそうだけど空手的とかにキックボクシング的になったりするとおかしいでしょうそれはあんたやってきどるやんって話になるから一種格闘技戦ですよね何回も言うけど総合格闘技戦じゃないですよね要は柔術とか柔道をやってる方とか空手とかやってる方が一つの競技に参加する例えば総合格闘技戦といういわゆる一つのこのトーナメントに参加するのであれば総合格闘技を使いますよねだけど一種格闘技戦っていうんだったら一種格闘技なんで。 格闘技をやってる人たちが別々で来るからじゃないですか。ねそういう形じゃないですかね、うん。と思いますけどね。一番いいのは、あのどんな形であれ、そのやっている技術で戦うっていうのがいいでしょうね。うん、だけどそもそもやったらそれだって、あんたレスリングやねえやんってなりますよね。空手の技とか多発してたら、あんたレスリングじゃねえやめそれ空手やってきとるやんみたいになるから。 そこなんですよ。だから八極圏だって今回はなんで何で八極拳の技が出てないのってね例えばその日系の方でもそうです日本憲法の方でもそうですけど皆さんから指摘されてたのはあれ多分出てないですよねって技が八極拳のやりが出てないですやっぱりカンフ映画の中だけですかねとかって言われてる方もいましたけど結局は出てないからですよね、うん、日本憲法になってるからですよ。 だからもしそこで言われたくないっていうことが例えば八極拳やってる方で試合を出る方でねそういう方がいるんだったらまずは八極拳の技をびっちりとやっていただいてでその八極拳の技をバンバン出して相手をノックダウンさせればいいんですよそれが見たいんですみんなそこが見たいんですよそんな空手の技とかキックボクシング使ってる技なんか見たくないんです誰も他の格闘技使ってるとか武術使ってる技なんか見たくないんですよ八極拳の技が見たいんです 肘とかでドーンってやって吹き飛ばしてるとこ見たいんですよ。当たり前じゃないですか。だから発局の技使いましょうっていうことなんです。はい、いいですね。行きましょう。三柔道の場合、競技では打撃技は禁止されていますが、あ競技ですよね。あ柔道の中ではね、枠組みの中ではね、柔道のはいはいはいそうですね。え柔道方には打撃もあると思います。ああ柔道方にはあるんだ。うーんうんうんうんどうなんだろうな。 それっって昔やっぱり合戦柔道とかかの感じなんですかねそれ私はしっかりは見たことないですけどそれをもって打撃があるからと普段の練習では行わないグローブをつけた打ち合いの練習を特別にした場合それは認められますか普段の練習では行わないグローブをつけた打ち合いの練習を特別にした場合どうなんですかねこれってそれをもって打撃があるからと、うん、柔道ってそもそもグローブをつけないから素手でにじゃあ打撃とかやればいいじゃないですかね。 その柔道型のやつがあったら、それを試合とかで、一種格闘技戦とかで、柔道の技を使って、その中に型があって、打撃の技がありますよって言うんだったら、その流れでその打撃技、柔道の打撃技ね、柔道のなんか特殊な打撃技があるんですよね、柔道の特殊な打撃技が。それ使えばいいじゃないですか。それ試合で使えばいいんじゃないですかね。いや、むしろ使っていただきたいと思いますね、私は。はい、あるんですよね、うん。だったら使っていただきたいてます。うん 以上3点についてご意見解をお聞かせいただければと思います、ねはい、ということですね。はい、で、えー、そこですね、私が今言ったことですね。はい、そこなんですよ、うん。なんかすごくやっぱり、なんだろう、皆さん、好きなんですね。武術、武道、格闘技が大好きなんですね、うん。ただね、皆さんこれ覚えておいていただきたいんですけど、えー、むちゃくちゃ好きなのと、むちゃくちゃ武術、武道、格闘技がむっちゃ好きなのと、実際にやっているのでは話が違います。 で実際に指導してていいいるのででは話が違ってきますいいですかこのライン覚えててくださいね。よくあるじゃないですか。例えばボクシングの試合とか見てて、ね、ボクシングの試合とか見てて、よくこういう人いるでしょ。うわ、ダメじゃないか、そこ,そ,ちょっとそこストレートだよ。フックしよダメだな、お前、動きが悪いな、おい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 なって人、私見たことあるんです、直接ね。知人とかでもいたんですけど、つっか、やってねえじゃん。<laughs> つうかあんたやってきてねえじゃん全然 <laughs> って結構みんなから言われてますつうかやってないじゃんあなたどんぐらいたいか分かんのボクシングにしないと <laughs> つって,突っ,て、ね、突っ込まれてたんですけどそれと一緒でやっぱり実際自分でやっているのかもしくは指導しているのかによってまあ指導するっていうのはワンランク上なんですけどこれによってやっぱり見解って違うと思うんですよ。だからややっっぱり実際やっている人 それから指導していいいいいる人の話を聞いた方がいいと思います、はい、でやっぱりやってない方はそこまであれだなとは思いますよね。でもやってるってはも,もちろん年数がいりますけどねどれぐらい長いことやってるかとかどれぐらい打ち込んでるかもしくはプロであるかとかそこのところは非常に重要だと思いますよ、はい。なのでそこですよね。でも皆さんこれ好きなんですねこの話題が本当に。 はい、それを思いましたね八極拳好きな方が非常に多いということが私分かりましたこれで八極拳好きな方多いんだなこれ八極拳好きな方多いなでもそこなんですよまあそもそも八極拳っていうのは素手だけ素手の素手に特化したものではないので中国原本はそもそもそうでしょ武器術があって兵法があってでそういうのだからそもそも試合に勝つ勝たないとかは関係ないんですよこれはねそれでまず覚えておいていただきたいと思います やっぱり素手格闘をしようってなった時にはねまあこれは皆さんわかると思うんですけどやはり近代格闘術をびっちりやった方が絶対的に有利だなとは思いますはいということですねいかがでしたでしょうかまあ今回ねこんな形で公開米回答ということにさせていただきましたそしてですねあとですねライブ配信の方でもまたちょっと米返しの方もしたいと思います、はい あ,のあんまり分かってない方が <laughs> ご真実なんですけどねあんまりちょっと分かってない方が理解できてない方が多いのであの、うん、あのちょっとどちらかというと知ったかという話しする方は結構多いんですよ知ったかっていうのは何かっていったら自分が全てを把握しているような形で話をするんですけどそもそも私が以前に公開している何度も何度も繰り返し公開していたり何度も何度も私が警告していたり何度も何度も私が言っていたりっていうことを。 再度指摘する方っているんですよね。私が知らないか、あたかも知らないかのように指摘する方がいるので、そこもですね、ちょっとライブ配信のを見ていただいて、修正してますので、はい。で、コメント欄にはライブ配信のそのリンクがあります。ね。こういった風に返信したということをお話しいただきたいと思います。いいですかはい、それではですね、今回はこれで終了いたします。皆さんまたね、よろしくお願いいたします。ぜひともですね、SSR セルでサポートしていただきたいと思います。そして、総合ご支援いただく講座オンライン、こちらね、入会していただきたいと思います。よろしくお願いします。それではおります。 リアルぶどうぶちかえます。